ハンソンは三兄弟からなるアメリカのバンド。1992年、オクラホーマ州で、アイザック、テイラー、ザックのハンソン三兄弟によって結成された。1997年5月、アルバム、キラメキマムバップでメジャーデビュー。ファーストアルバムからの第一弾、シングル、キラメキマムバップが大ヒットし、世界24カ国でチャート1位を獲得。当時、 日本国内で深夜に放送されていた音楽番組 b e UK でも UK シングルチャートトップ20でナンバーワンを獲得している。三男、ザックはアメリカ・イギリスで1位を獲得した史上2番目に若いアーティストとなった。翌1998年のグラミー賞では最優秀レコード賞、最優秀新人賞などにノミネートされた。小室哲也は ハンソンのメンバーと意気統合し、小室プロデュースのニューシングルの企画が持ち上がっていた。発売こそされなかったが、実製作が行われて、レコーディングが完了していた。2003年、それまで所属していた、アイランドデフジャムレコーズとの契約を解消し、自身のレーベル、3CG レコーズを立ち上げた。2004年11月22日から26日には、初の日本ツアーを、 東京、大阪、名古屋で行った。アイザック・ハンソン・テイラー・ハンソン・ザック・ハンソンさん。兄弟のもとに一人の弟、三人の妹がいる。ありがとうございます。